子育てをどこでするかという悩みを持っており、ご条件いただきたいです。現在、目黒区在住夫婦ともども30歳。世帯収入は副業や妻の住宅補助等を含めて1700万程度です。そろそろ第一章を考えていますが、都内のマンションで子育てをすることの子供への悪影響を考えています。私も妻も田舎出身ということもあり、自然の地方でのびのび,のび子育てをした方がた、こんなにたじろがない、たくましい子が育っという仮説を持っています。リュさんの考えを伺いたいです。あ、僕もそれに賛成です。 フランスって子供が外で一人で歩いちゃいけない地域が多いんですよね。まあ、田舎は違うんですけど、あのパリって確か11歳ぐらいまで、あの親が同伴しないで外歩いちゃいけないので、なので、あの小学校とかも、あ登下校って必ず親が引率するんですよ。もうそういう法律なんですよ。でアメリカのあのそのそ州も大体ほとんどそうなんじゃないかな。田舎の州は別ですよ。なので、あの 結局その自由に動き回って好きなことをするっていうことが不可能なんですよね。そう、あの最近でもその初めてのお使いっていうのがネ、ね、ットリックス流れて、その 子供がその4歳とか5歳の子供を親が見てない状態で買い物をさせるって他の国から見ると完全に違法行為なんで違法行為実況生中継みたいな番組だからいやいやこんなありえないでしょっていうので割とアメリカの中では議論になるけどまあ日本って治安が良くていいよねみたいな話なんですよなのでその自主性だったりじゃあその子供同士でこの公園行こうぜとかそのなんかじゃあ小学生同士で別の子なんか小学生と揉めて喧嘩になったりとかって 日本じゃないと起きないんですよ。だっておあの、こっちだと親必ず見てるんで。なので、そういうことも含めて人間関係とかっていうのを作れるっていうのがあると思うので、だからやっぱり僕は田舎というかある程度、その自由に動き回っても大丈夫な地域で育つっていう方がいいんじゃないかなと思うんですよね。 で、僕、その、大都会北区東京赤羽根というところ出身なんですけど、あの、割とその治安のいい地域だったので、子供同しで、あの、ダラダラ遊べるような公園だったりが多いっていう地域だったんですけど、目黒のマンションとかだとなかなかそういう地域もないし、あとやっぱ車が多いっていうのが結構厳しいと思うんですよね。結局その、その小学生以下の子供が自由に外を走り回れるかっていうと、目黒だと道路 まあ自動車バンバンン走ってるかかからなかなかきついと思うんですよね前にもこの話したかもしれないですけどあの高橋名人の冒険島っていうゲームを作った会社の社長さんがあの東京でずっとこうゲームの仕事をしていてで家庭を顧みることができないので自分の家から小学校中学校までは自動車が走る大きな道路の ないところの千葉に家を買うことにして、子供を死なないようにしたっていう、そういうその、あの、子育ての仕方をしたんですよね。要はその、あの、自分は親としてその子育てには参加できないんだけど、ただ死なないようにするっていうのはまあ、父親としてできることだよねっていうのがあって、なので、その、まあ、目黒区でも道路で、あの、離れてない子供はいっぱいいると思うんですけど、ただまあ、それで、なんか、事故にあったりしたら多分一生後悔すると思うので、 なので、もしその田舎の方がいいよねって思ってるのであれば、あの、ある程度、その子供がなんか小学生ぐらいまで分別つくまでは田舎にいて、で、その、まあ、パワーカップルだと思うので、あのその後に目黒子に戻ってきてもいいんじゃないかなと思いますけど。